恋愛ゲーム？あんまりやらないけど、あなたを攻略するゲームならやってもいいわ。すみません。そのキーホルダーなんですけど。うん。なんだ、あなただったの？知らない人だと思ってかしこまっちゃったじゃない。そうよ。今あなたの手にあるのは闇の力を封じるための魔界のアイテム。人が持つには過ぎた代物。こちらへ渡しなさい。不気味言うな。そしてよしこ言うな。そうよ、ネットショップで注文して今日届いたから早速バッグにつけたのに、ちょっと出かけて帰ってきたら金具の部分しか残ってなくて慌てて探しに来たのよ。ありがとう。でももうバッグにはつけられそうにないわね。もともとフックタイプのキーホルダーだったんだけど、フックの部分につなげるための輪っかのパーツがどこかに行っちゃってるもの。これからヨハネの魔力を注ぎ込んでヨハネ専用の魔道具に仕上げるつもりだったのに、私の力が増すことを恐れた天使どもが壊したに違いないわ。結構高かったのに。そうだけど、あなたのこと隠してしまいたいわ。まばゆく美しいものには皆が惹かれるものだから。やったー、ヨハネの魔道具が元に戻ったわ。うむ、大義であった人の子よ、褒めて使わす。何よ。この功績をたたえ、汝を我がリトルデーモンとする。しかもただのリトルデーモンではないわ。側近として
我が身にはべることを許しましょう。骨の髄から喜ぶがよい。このヨハネがいいと言っているんだからいいの。この口から放たれる言葉は常に真理であり真実。これから私のそばに仕え、このヨハネが人間界、魔界、天界の三世界を征服する様を見届けなさい。いいわね。何なの？今の間は。返事がないからヒヤッとしたわ。まさかこれほど名誉ある任を辞退したいなんて言うなら、事情によっては聞き入れてあげないこともないわよ。うん、嬉しいなら最初からそう言えばいいのよ。ヨハネには打天使としてやらねばならぬことが多くある。それをサポートなさい。そういうことはしなくていい。打天使の仕事のサポートよ。リトルデーモンを増やし、この人間界での勢力を拡大するためにね。この沼津を我が支配下に置き、三世界征服の拠点とするわ。そのために毎日夜になったら魔族の清掃で街を歩き、ヨハネの魔力を各所に刻み込んで、寂しがり屋ね、リトルデーモン。あなたが他の悪魔や天使に連れて行かれないようにヨハネがそばで守ってあげる。ちょっといいかしら。ヨハネ。リトルデーモン増員計画についてなんだけど、試してみたい方法があるの。ある動画を配信しようと思っているのよ。ええ、今回は趣向を変えてゲーム実況を行うわ。そう、見たことない？自分がゲームをプレイする様子を動画に撮って投稿するの。そう、ゲーム実況は動画投稿の中でも一大ジャンルを築いているわ。単にプレイ映像を流すだけのものもいれば、軽妙な話術で視聴者を楽しませるものもいる。攻略法の説明付きなんてのもある。人気が上がれば
固定ファンがつく場合も多くあるわ。リトルデーモン増員の手法の一つとしてチェックはしていたのだけど、星の運行と大地の魔力の乱れで実行に移せなかったの。しかし時は満ちた。今こそ実況動画でワールドワイドにリトルデーモンを増やすのよ。まだ選別中だけど、ヨハネの魅力が 120% 伝わるゲームがいいわ。人間たちの従属心をガリガリえぐっていくような動画にしなくちゃならないからね。強さをアピールするアクションゲーム、機敏さと正確さが肝のシューティングゲーム、知性とひらめきのパズルゲーム。どうしよう、どれをやってもヨハネの魅力が伝わりすぎて太陽系が陥落するまで秒読み間違いなしね。ゲームの知名度に乗っかるってわけ？他力本願って感じね。そうね、視聴者に配慮するのも優秀な打点師の務めだものね。それじゃあどのゲームにしましょうか。だからヨシコじゃなくってヨハネだってば。いい加減間違えないでよ。人生または生きることとは常に編集のできない一発勝負なのよ。戻る道などありはしない。常に前を向いて進むのみ。たまには余計よ。たまには、強引に切り替えたわね。まあ軌道は私もしておこうと思ってたところよ。それにしてもなんで実況するのがホラーゲームなのよ。確かに今回やるゲーム自体もそこそこ知名度があるし、レビューの評価も悪くはないけど、調べたところによるとこのゲームひたすら悪霊から逃げまくるだけの内容じゃない。しかも内容が進むごとに出てくる悪霊がレベルアップするし、不意打ちでもガンガン驚かせてくるみたいだし、この実況の最重要ポイントはヨハネの魅力を人間たちに余すことなく伝えることなのよ。このゲームでそれができるのかしら。
何の冗談かしら。このヨハネが人間の資料ごときに、ましてやゲームに恐れを抱くなど、たとえ西から日が昇ろうともありえぬことよ。信じてないわね。分かってるわよ。配信ソフトとゲームを起動して、動画の投稿サイトを開いて、当たり前でしょ、ヨハネの手さばきを甘く見ないことね。さ、ヘッドセットをつけて。ちょっとマイクが口に近すぎね。これだと唇に当たってノイズが入るかもしれないわ。私も画面の向こうで私の声を待っているリトルデーモンたちのことを思うと、自然と気が引き締まるわ。リトルデーモン、今日こそ共に地の底まで落ちましょう。ごきげんよう、リトルデーモンたち。今宵も堕天使ヨハネによる魔の集いの時間がやってきたわ。さて、賢いリトルデーモンたちにはもう分かっているでしょうけど、今宵の集いは普段とは少々趣向が違う。今宵は人間たちの間で人気を博しているゲーム実況を行う。助手は側近リトルデーモン1号よ。それでは早速始めるわ。このヨハネにかかれば頑張るまでもなくクリアしちゃうでしょうけどね。退屈させてしまったらごめんなさい、リトルで。ちょっと何今の。屋敷の玄関開けたら白い影みたいなのがさーって動いたんだけど。資料の分際でこのヨハネを驚かせるなんていい度胸じゃないの。メモ用紙みたいね。何か書いてあるわ。この屋敷は呪われている。すぐに逃げる。
最強無敵の打点したるこのヨハネが、ああもう無様に叫びまくるなんて、ヨハネの威厳がズタボロよ。どう？この衣装。やっぱりヨハネにはこういうダークでスタイリッシュな衣装が似合うわよね。可愛いステージ衣装もリトルデーモンたちには好評みたいだけど、たまにはこうしてちゃんと打天使らしい格好もしなこっちゃ。別に可愛いのが嫌なわけじゃないわよ。それだけ人間がヨハネに魅了されてるってことだしね。ただヨハネは地上を闇のオーラで包む打天使なんだし、恐れられたり崇拝されたりするならともかく、可愛い路線で攻めるのは違うと思うのよ。照れてる顔も可愛い？そうかな。って照れてないし、どうせ言うならせめて麗しいですヨハネ様みたいな感じで言いなさい。すべての人間がヨハネの配下になる日が来ても、あなただけは特別よ。それだけは変わらないわ。